アメリカでは、フロンティアスピリットがあるということですね。だからみんなが何か新しいことをやろうとしてますわね。やりたい人は自分のやりたいことに一生懸命になって、職はまあそれに都合がいいところに行くという具合ですね。私も、京都大学を出て、そして日本におればもう別に職の心配はいらなかったんですがね。 それでもやっぱりあの頃にモレキュラーエボリューションみたいなね、ことが出てきましてね、そういうデータはアメリカで取れ、でどんどん出てくるんですよね。日本におるとどうしてもそれをこう使って、いい仕事をするというのがあまり簡単でなかったですね。それでアメリカに行くことにしたんですがね。その時に、行われている研究の先端を行くことですね。だからどういうところが今度こう発展するかということですね。それをある程度予測をしなきゃいかんですね。そればかりでもないですけれども、特にその現在のいろんな弱点をこうもっと強くするとかですね。だから例えばジェネティックディスタンスなんというのも、他の人もやってたんですよね、その頃ね。しかし私はそれがこのアミノ酸の変化の率にこう関係したこのディスタンスというのを出して、そしてそれだとこの時間まで計算できるということがね、分かりましたからね。そういうふうにして生物学を知ることですね。その学問で何が必要かということで、それに対する理論を作っていくことが大事だと思いますね。私はあんまりフィロソフィカルなことは考えずに、実際にそのこの何ですかね、研究その生物の進化の機構をこうもっと明らかにするような方法を開発してきたんですよね。我々がみんな考えて、そして、やるべきで。その特に進化についてはアメリカでは非常に宗教との関係が強いです。議論が強いですね。ですから今でもその進化を信用しないリリジャスなグループがいますよね。それは神様が作ったと。でそういう人たちが考えてることはおかしいと、科学者は言うんですがね。ただし、そうすると今度は宗教がないと道徳がなくなるとかですね、そういうことを言いますよね。しかし道徳と宗教はまた別の話でね。だから道徳は道徳としてね、別に教えるべきだと思うんですよ。それ人間の社会は人間の社会で、自然的に起こったその進化とは別にですね、人間の規範というものを考えて、新しいみんなが良くなるような道徳とか法律とかそういうものを作って生きるべきで。だから進化がどれだけ役に立つかというと、進化で、いろんな、生物が出てきて、そのお互いにそれで、みんなが住んでるわけですがね。そういう意味でその
他の生物もいなきゃいかんし、だから生物保護というのももちろん大事ですよね。その上でやっぱり人間は人間としての道徳とか、あるいは法律とかいうものを決めていくべきだと思いますね。最近 まあ、アメリカなんかで若い学生を見てると、そのビジネススクールとかですね、ロースクールに行く人が多くなって、そしてエンジニアとか、それからサイエンスをやる人が少なくなってるように思うんですがね。まあ、もちろんみんながね、自分のために、自分が幸福になるために、まあ、みんな生きていこうとしてるわけですからね、それはそれでいいんですが、やっぱり国のなんか政策としては、やっぱりその科学者を育てるとか、そういうある程度の補助をしたりですね、やっぱりやるべきでしょうね。やっぱり人間の知恵というものを使って、そして人間のこの生活が良くなるように考えるべきでしょうね。他の生物との関係はもちろん、そのいろんなある種の保護とか、まあ、クジラの保護とか、まあ、いろんなことがありますけれども、あれも科学的に決めてですね、そういう長い、歴史を見ると、もう大部分のスピシーズがこうエクスティンクとしてますよね。だから、それに人間だってどうなるかわからないんですよ。ただ、まあ、そういう場合でも一応過去に起こった知識、長い目で見た知識というのを生かして、どうしたらいいかということを考えるべきでしょうね。